池島は長崎県の離島で九州と津島の間に位置する。南北1 7トル東西1 4トル程度の大きさの池島は周辺の小さな島々と区別して池本島と呼ぶ場合もある。また古事記では池島と書かれ別名を天飛島と柱という。池島には 縄文時代から人が居住していた形跡が見られ、古墳なども現存しており、人が居住し続けた痕跡が、島内各地に残っている。ただ、島内の植生や動物症に人による格乱が続けられてきた。そればかりか、人によって持ち込まれた特定外来種による格乱も続いている。意気とは、津島と同様に、九州と、 朝鮮半島との間に存在する島であり、この地理条件のため、古くは文明の先進地域であった朝鮮半島と、後進地域であった九州とを結ぶ航路の中継地の一つとして利用されてきた。ただし、船舶の進歩に伴い、九州の博多港と朝鮮半島の不山港とを直接結ぶ航路なども開設された。さらに、航空機の登場などに伴い、 交通の中継地としての地位は低下した。限界灘に位置する、域島の周囲には、23の続島が存在し、まとめて、域諸島と呼ぶ。ただし、俗に、この続島をも含めて域島と呼び、域島を、域本島と呼ぶ場合もある。なお、観光庁の定義で、域島と呼ぶ場合、周囲の続島は含めない。現在は、域市の一市体制で、 長崎県は島内に域振興局を置いている。島内では漁業だけでなく農業も行われている。また、島内全域が行津島国定公園に指定されており観光業も見られる。この関係で九州などから旅客船なども運航されている。空港もあるものの慢性的な赤字空港である。行きの空中写真。 2017年5月11日撮影の148枚を合成した。なお、写真の上が北である。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。域島の地図九州の東松浦半島から北北西に約 20km の玄海灘状に域島は位置している。 なお、九州と壱島の間の海域を、壱水道と呼ぶ。また、壱島から見て、津島海峡を隔てた、北西海上に、津島がある。航路の距離は、福岡市の博多港から島の南西部の、郷野浦港までが約74キロメートル。東松浦半島の呼ぶ湖港から島の南東部の、印通り実港までが、約26キロメートルである。海岸線は、 入り組んでおり、島の面積は133.8平方キロメートル、程度ながら、海岸線の長さは167.5キロメートルに、達する。それほど、高い山は島内になく、島の南端部に位置する山頂の標高が212.8メートルの竹の辻が、最高峰である。島内の河川は、中部の旗鉾川と北部の谷江川があり、両方とも東向きへ流れている。 また、いずれも、湾の奥で海へと注いでおり、旗鉾川は、内海と呼ばれる湾へ、谷江川は、足べっこがある湾へと流れ込んでいる。なお、その他は、小川川である。島の北西部の池湯本温泉では、摂氏69度の高温泉が自噴してきた。竹の辻行き島の猿岩島の大部分は、玄武岩に覆われた、溶岩大地であり、 高低差が小さい。最高峰、竹の辻は標高212.8メートルで、島の8割は標高100メートル以下である。竹の辻は約170万から140万年前と、100万から60万年前に火山活動をしていた。溶岩台地以外では、北部に古代三季四神魚の堆積岩である、勝本層、中部と南部に、 新第三期中心よの行き相群が見られる。暖流の津島海流が津島海峡を流れる影響もあり、気候は比較的温暖である。天気予報では、行き津島と一括して表示される場合が多いものの、自然環境の特殊性は津島ほど強くなく、九州北部に近い。なお、春先に吹く強いハエのことで、今では気象用語として用いられる。 春一番の発祥の地はは、息である。江戸時代の幕末期の1859年に、春一番と呼ばれていた季節性の強いハエにより、地元の漁師が大勢遭難した海難事故をきっかけに広まった用語である。この関係で1987年には、郷ノ浦港入口の元井公園に、船の方をイメージした春一番の塔が建立された。 島の比較的平坦な地形は、田畑として利用しやすく、古来より自然環境への人的な影響が強かった。商用樹林は、島の各地に残るものの、大規模な原子林はない。渡り漁の阿光が、自生北原地である。また、氷河期であった約1万年前までは、九州と陸続きだったと考えられており、その根拠として、九州北部と共通した。 淡水魚が見られた点が挙げられる。ただし、淡水魚は相次ぐ、河川改修が行われただけでなく、人為的に多くチバスやブルーギルが放流された現在では、数種が絶滅したと考えられている。島内の集落は、農業集落と漁業集落に大きく分けられる。農業集落は、財と呼ばれ、山村の形態を取るのに対し、漁業集落は、裏と呼ばれ、 周村の形態をとる。そして、それぞれ農村集落には、触れ漁業集落には、裏が、地名の末尾につく。フれの語源には、江戸時代の村方三役のうちさて、頭が判明を触れ回った範囲の故障に由来すると、する説と、朝鮮後のプルに由来するとする説がある。なお、触れと、裏は、現在も意気市の行政区画である。 地の単位として用いられている。壱岐島の付近には複数の島々が見られ、それらを総称して壱諸島と呼ぶ場合もある。壱諸島における最大の島が壱岐島である。この壱島の続投として、原島、長島、大島、若宮島の4つの有人島と19の無人島が存在する。上の人口データは古いものであり、 平成27年の国勢調査に基づく人口は26,750人である。津島と共に朝鮮半島と九州とを結ぶ海上交通の中継地として利用されてきた。なお、15世紀の朝鮮王朝との通行を記述した海島諸国記にも域島や津島島についての記述が見られる。縄文時代縄文時代の遺跡としては、 縄文時代後期の遺跡と推定される豪ノ浦町、片丸古吉が先遺跡が残っている。弥生時代春の辻遺跡弥生時代には、ほぼ全頭に、人々が住んだと考えられており、河川流域に遺跡が濃密に分布している。下流域の春の辻や宮り、上流域の柳田田原地域の物のノベ、都大遺跡などは、 比較的規模が大きく、異物も豊富である。また、中国の司書に、遺気等に関する記述が残されている。例えば、三国主義書の義書等遺伝和人情、いわゆる義詩和人伝においては、山大国の支配下の一大国が存在したと記されている。義略の一文、両書、随書では一四国が存在したと記されている。 1993年12月に、長崎県教育委員会が、島内の春の辻遺跡を、一四国の中心集落と発表した。義書の義所東遺伝和人城では、有三千巨屋と、まとまった居住者がいたとわかる記述も残っている。古墳時代スゴロク古墳域等分寺石河川の、流域や島の中部などに、横穴式石室墳群が分布している。 豪の浦長期薬保古墳の横穴式石室の奥壁には、戦国で小船と鯨と認められる画が描かれており、これは回遊する鯨を集落で裏に追い込んだ様子を描いたと考えられる。前方後円墳は、長崎県内最大の勝本町百合旗たれの、すごろく古墳をはじめとして、数期が残存する。古墳時代後期には、島の中央部に、鬼の岩屋古墳、 笹塚古墳などの巨石石質墳が築造された。立領制領政国として、壱国が置かれ、鬼の岩屋古墳の近くには、壱国分寺が置かれた。和明章によれば、壱軍と石田軍の二軍と十一教が伝えられる。原方と山方に相当する。壱地は、壱屋型主で、中央に出資した、壱地連や、雪連は一族であると考えられる。 平安時代の1019年には、女神族と見られる族とが、高麗沿岸を襲い、さらに、津島、壱岐にも現れた。この時、壱国の国士であった、藤原里中は、族とと戦い、討ち死にした。一通り略奪を繰り返した後は、北九州に移り、そこで、藤原高家によって鎮圧された。なお、長田忠宗が、 源の義朝を撃った恩賞に、意気守るとして赴任し、湯だけに、見る城を築いた。中世には、太財府堅牢の消滅に伴い、松浦島の和光の勢力下にあった。鎌倉時代中期には、モンゴル帝国とその属国、高麗により、二回の侵攻を受けた。一回目の文英の役の際には、意気の守護代であった。 平ら田たから百余器が応戦したものの、圧倒的な兵力差の前に壊滅して意は占領され、大きな被害を受けた。二回目の公安の役でも、元軍の上陸を受け、大きな損害を受けた。なお、博多湾の日本軍による逆上陸を受け、また、台風の影響もあり、元軍は意と王から撤退した。1472年に、騎士武器の主であった。 は康氏が一気に進攻し、和光勢力を排除し勢力下に置いた。は郷京の代周辺豪族のありまし、松浦氏ほかと隕石の吉見を結んだ。後代の16世紀半ば、は政の死後、本家岩岳城でお家騒動が勃発した。過労の日、高助と森の皇室、サメフサとの交渉であった。新、香る方は、 森の娘の嫁ぎ先である、有馬義貞との子、藤道丸を推し、生き党の大官らと通じて、生の弟らを次々と中立し、1556年に藤道丸を16代当主に据えた。新薫方が死を毒殺した後に、死の子であった、日高木による信仰を受け、新薫らは、岸武木を奪われた。しかし、新薫らは、 大村の草野氏を頼って、落ち伸びた。1565年に、木は島を支配していた大官らを攻め滅ぼし、上主に森の弟の旗聖を据えた。その後新カオルラは、龍造寺氏や有馬氏の支援を得て、犯行に出た。木は、松浦隆信に支援を求めたものの敗れ、生き島に逃れてから旗聖を中立し、1569年に、自ら城代となった。 岸武木を奪還した、旗親は島を攻めたものの、木が領地と引き換えに支援を求めた高信との連合軍に敗退した。結果、島は木の娘を嫁がせた高信の小松浦真実が城代についた。江戸時代には松浦島の流れを組む平戸松浦氏が治める平戸藩の一部に編入された。1871年に実施された廃藩置県の際には、 平戸県に属し、その年には再編により長崎県の一部に編入された。島内にあった域軍と石田軍は1896年の軍区町村編成法で統合され、域軍のみが残された。自治体としては1889年の町村制度施行当初は域軍に7村、石田軍に5村の計12村が発足した。その後、 調整志向や合併を繰り返し、昭和の大合併を経て1970年までに、河野浦町、勝本町、足部町、石田町の4町に再編された。2004年3月1日に、平成の大合併によりこれら4町が合併して、市政が施行され、壱岐市が誕生した。行政区域の変遷については、壱岐市歴史を参照のこと。壱岐の産業は、農業。 行業といった第一次産業が中心である。なお、第二次世界大戦戦後には、歯タバコの栽培と肉牛の生産が盛んになった。その後、タバコ栽培は社用化したものの、肉用牛は、壱岐牛として差別化が図られている。高地面積が近匠なため、古来高知のくじ引きが行われていた。特産品としては、焼酎が有名である。 麦城中発祥の地で世界貿易機関から域城中として保護産地指定を受けている。域島の東部八幡地区では今も天がイニシエの海人族からの伝統である潜水量を営んでいる。ただウェットスーツではなくレオタードを着て海に潜っている。これは八幡では昔から乱獲を防ぐためウェットスーツの着用を禁止しているからである。 伝統量のアマとレオタードを組み合わせてレオタード量と呼ばれることがある。なお、8万のアマが出魚する期間は5月1日から9月末までである。行き島は温泉、海水浴場、ゴルフ場、キャンプ場を備えた観光地として宣伝されている。島の北海岸にはイルカパークがある。 行き空港国道382号が島の北西部から南西部へそして南西部から南東部へ L 字型に貫き主要県道が国道と各地域をつなぐ鉄道はなく行き交通が路線バスを運行している南西部に郷ノ浦港南東部に印通り事港東部に足部漁港北部に勝本港が設置されている 町の南東端には、気空港がある。国土交通省、数字で見る航空の2009年版によれば、日本の空港で、黒字の空港は8空港のみであり、一気空港も赤字であった。日本では、源泉の温度が摂氏42度以上の場合に、高温泉と分類される。玄武岩を形成する溶岩は、一般に比較的粘性が弱い。このため、 その溶岩が固まってできた山の勾配は、緩い場合が多い。はたしも松浦と一派の出自である。ありがとうございます。